皆さんこんにちは。今日は皆様にお知らせし、伝えたければいけないことがあります。公式チャンネル、昨日もそうですが、昨日も含めて、公式チャンネル、不適切な、言動があったと発覚となってしまい、不適切な言動を起こしてしまったことを、ファンの皆様に対してお詫び申し上げます。今期限り公式チャンネルは一時引退はしますが、再発防止に努めてまいります。私も確かに自覚がなかったというか、あるわけでもない、自覚がなかったわけでもなく、まさかのことになってしまうとは、私も周りの皆さんにご迷惑をおかけしたのもそう、お待たせしたことを深くお詫び申し上げるとともに、これ以上は、控えさせていただきます。以上です。バイバイ。